株価が横ばいでキャピタルゲインが得られないという発言について無知にも程があります。米国株投資に関する情報を発信していいレベルの知識の人間とは思えません。それくらいひどいです。こんにちは、カオルです。先日中田敦彦さんのチャンネルで米国株投資の解説をする動画がアップされていました。私もよく米国株をおすすめする情報を発信しているので楽しんで見ていたんですけど、気になる点や間違っている点も多く見受けられました。そこで今回は中田さんの米国株投資の動画の間違っている点についてデータを用いて具体的にお話ししていきます。節約マスクのお金の話。まずは結論から。中田さんの動画のホワイトボードや解説の言葉を聞いて問題提起したいのはこちらの項目になります。結構多いですよね。なんですが、別に私は炎上系 YouTuber みたいに批判だけをしたいわけではないので、はじめに中田さんの米国株の動画でいいと思った点や合っている点をサクッとお話ししていきます。まず投資をするなら米国株がいいよっていうのは完全に私も同意です。長期で右肩上がりの成長性、年齢別人口の比率、株主への還元など、どれをとっても優位性が高いと考えています。中田さんのような影響力がある方がこういう発信をすることによって、米国株投資に興味を持つ人が増えていくことは本当に嬉しく思います。で、デイトレードはゲームで長期投資はマネーマシンっていう考え方もその通りですね。短期トレードで継続的に利益を出し続けることができるのは一部の天才だけですので、凡人は時間を味方につけて資産を雪だるま式に増やしていくのが最も勝率の高い投資方法になります。時間をかけるとなぜお金が増えていくのか、それは配当再投資による複利効果が得られるからですね。付け加えると、ウォーレン・バフェットさんの名言で、ゆっくりお金持ちになるのは簡単だけどすぐにお金持ちになるのは難しいっていうのはまさにこのことを言っています。で、最後に言っていた投資の鉄則、軍資金と貯金は分ける、一気に買わず積み立てる、上下に動じずマイルールというのも概ね問題ありません。ということで、大枠としてはとてもいいことを言っているので、投資をこれから始めたい人には参考になる部分も多いと思います。ではここからは私が気になった点を一つずつ取り上げていきます。まずこの動画は中田さんがバフェット太郎さんという方のバカでも稼げる米国株投資という本を読んでお話ししています。そのためバフェット太郎さんの言っていることを全て鵜呑みにしてお話ししてしまっている印象があります。まずバフェット太郎さんの投資について堅実なんですと言ったり、ディフェンシブなフォーメーションと表現していますが、本当にそうでしょうか。確かにバフェット太郎さん自身は不況に強い株を多めに入れていると言っていますけど、直近の株価の下落局面では市場平均とさほど変わらずに落ち込んでいると私は思います。バフェット太郎さんのポートフォリオは10種類の米国個別株を均等に保有するものなんですけど、こちらはそのバフェット太郎さんのポートフォリオとアメリカ株式市場の平均であるSP500 指数に連動する投資商品の IVV を比較したグラフになります。データが取得できる一番古い2009年から2020年5月末までのチャートで、青がバフェット太郎さん、赤が SP500 指数です。これを見ると、例えば記憶に新しい2020年3月のコロナショック、毎日のように株価の下落のニュースが流れていましたので、当然 SP500 は 20% くらい大きく下落しています。一方でディフェンシブなはずのバフェット太郎さんポートフォリオも 17% くらいは下落しているんですね。2018年の12月とか2月とかの大きな下落局面を振り返っても SP500 より少しは下落率が低かったり高かったりするんですけど、同じような値動きをしているとデータを見た上では感じます。一方でこの11年間のリターンに関してはバフェット太郎さんが3倍程度なのに対して SP500 は 4.2 倍以上と大きな差が開いてしまっています。1000万円投資をしていたと仮定すると3000万円になっているか4200万円になっているか大きな違いですよね。このリターンの差っていうのはディフェンシブかどうかには関係がないので余談になるんですけど、過去のデータを見る限り
下落するときには割と同じくらい下落して、長期的なトータルリターンでは劣後しているっていうことは絶対に知っておいた方がいいかと思います。じゃあ中田さんが言うようなサッカーに例えるとディフェンスが7人いるようなフォーメーションをイメージしたディフェンシブなポートフォリオってなんだっていうと、それはポートフォリオに債権を含めることです。こんな怪しいやつが言葉だけで説明しても何の説得力もないと思うのでデータで示します。こちらは先ほどと同じデータに3つ目のポートフォリオとして SP500 に 60%、 長期債に 40% 投資した時のデータを加えています。パッと見た感じで債券入りのポートフォリオはデコボコが小さいのが分かりますよね。値動きの大きさを表す標準偏差の値も他と比べて明らかに低くなっています。もちろん債券は基本的に株式よりも長期で保有した時の期待リターンは低いので、他のポートフォリオよりもリターンは少ない期間が多くなっています。それでもこの11年間のリターンではバフェット太郎さんのポートフォリオを最終的には上回ってきています。リターンはたまたまコロナショックの後で一時的に逆転しているだけかもしれませんけど、ディフェンシブという意味でどちらが上かは明白だと思います。では次に、キャピタルゲインよりもインカムゲインとか、キャピタルゲインを狙うのがデイトレードとか、米国の一流企業は配当金を出すと言っていたことについて、これは明確に否定しておきます。米国企業は株主に還元するというお話をしましたけど、これは必ずしも配当を多く支払うというだけではないんですね。自社株買いをすることだったり、設備投資でお金を使うことも、株価が上がることにつながって結果的に株主に還元されているんです。先ほどと同じポートフォリオ同士をインカムゲインで比較してみましょう。バフェット太郎さんは高配当株、要するにインカムゲインを重視して銘柄を選んでいるので SP500 よりも多くの配当を受け取ることができているのがわかります。でもさっき見たようにそのインカムゲインをプラスしてもSP500 よりリターンははるかに低いんです。これはこの期間における値上がり益、つまりキャピタルゲインが SP500 より圧倒的に劣っているからです。もちろんだからキャピタルゲインが優れているんですっていうつもりは全くなくて、優良企業でも配当を出すかどうかっていうのは会社の方針によるところが大きいので、インカムゲインだけを重視して投資をするのは良くないですよ。長期投資でもキャピタルゲインを意識して投資をしましょうねっていうお話です。例えば時価総額でトップクラスのアマゾンやグーグルは誰もが認める超一流の企業ですけど、今のところ配当は出さない方針を貫いています。もう少し細かいことを言うと、同じリターンが得られるなら配当をもらうよりも株価が上がってくれた方が投資家にとっては税の繰り延べができる分お得になるんですけど、これはもっと説明が長くなるのでまたの機会にしておきます。で次、バフェット太郎さんとタパゾーさんで言ってることはほぼ同じという部分について、確かに米国株の長期投資をお勧めしているという根幹部分は同じかもしれないですけど、個別株を自分で組み合わせるバフェット太郎方式と市場平均に連動する ETF を買い付けるタパゾー方式ではリスクや必要な勉強量が全く異なってきます。中田さんの動画ではバフェット太郎さんの話の方が多くて、見た人がバフェット太郎さんの本だけ読めばいいかって思ってしまうかもしれないので、はっきりと言っておきます。投資初心者にお勧めするのは絶対に市場平均に連動する商品を買い付けていく方法になります。バカでも稼げるっていうタイトルはどちらかというとタパゾーさん方式の方が当てはまるので、この2冊の投資方法が同じだと勘違いはしないようにしてください。で、次。アップル、マイクロソフト、マクドナルド、ジョンソン&ジョンソン、3M は株価が横ばいでキャピタルゲインが得られないという発言について、これに関しては無知にも程があります。米国株投資に関する情報を発信していいレベルの知識の人間とは思えません。それくらいひどいです。中田さんがおすすめするように長期投資をすると仮定して過去20年間のそれぞれのチャートを見てみましょう。アップル、
マイクロソフト、マクドナルド、ジョンソン&ジョンソン、3M。 小学生でもわかりますよね。長期的に見て株価ははっきりと右肩上がりです。これが横ばいに見える人間は眼科に行くか、スマホを傾けて見ていないか確認をしてください。一番上昇率が低そうなジョンソン&ジョンソンでも3倍近くには上昇しています。キャピタルゲインが得られないわけがないですよね。こんなのはわざわざチャートを見なくても米国株投資をしている人間なら全員おかしいって気づくようなレベルの恥ずかしい失言です。中田さんほどの登録者がいるチャンネルならアップする前にチェックする人とかが気づかないといけないと思います。で、最後、 SBI ヴァンガード SP500 と楽天全米株式インデックスファンドが ETF のように紹介されている件について、これも明らかな間違いです。この2つは投資信託であって上場しているものではないので、リアルタイムでの売買はできません。 ETF と投資信託の違いについては別の動画でお話ししているので、興味のある人はこちらを見てください。ということで、中田さんの米国株投資の動画について間違っている点をお話しさせていただきました。いろいろ否定的な発言をしましたけど、私自身米国株に長期投資をしていますし、それが万人にとって資産を増やす最適解だという考えは共通しています。そしてバフェット太郎さんのポートフォリオが悪いと言いたいわけではありませんし、今後の20年間で市場平均を逆転する可能性だってもちろんあると思います。ただインフルエンサーである中田さんが言ってるから正しい、バフェット太郎さんが投資してるから自分もこの銘柄に投資をしようっていうのは絶対に良くないので、いろんな考えを見て聞いて自分で勉強した上で投資する商品を選ぶことをお勧めします。私は中田さんのように影響力はありませんし、 YouTube で成功できるようなトークスキルもありませんけど、低年収でもコツコツ資産を増やす方法を実践して少しずつ金融資産を増やしていっています。そしてその中で体験したこととか勉強したことをこのチャンネルで発信しています。投資とか節約とか副業について一緒にお勉強してくださる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。